3社徹底先行型バック18本、今季初の S 級一般のステージは大阪101期7番の大竹です。前々走の伊東温泉で決勝進出です。マーク1番成田隆、今年は高松記念で決勝進出、8番の鳥越がラインの3番手固めます。短期登録制度でやってきました外国人選手、今回3人登場。まずはトップバッター、ロシアのデニス・ドミトリエフ、前受けです。まさに強さを見せつけるか。7番手、まずは大竹からスタートです。アタックスタートです。初めて S 級一般に上がってきた大竹、3者のアドバンテージ、どこまでデニス・ドミトリエフを苦しめるか。打鐘の周回です。抑えに行きます。6番のヤラが中部近畿勢追っていきます。内側余裕を見せるか、デニス・ドミトリエフ。4番手の内側、ヤラが外から蓋をします。上福越は8番手、ドミトリエフが打鐘で6番手、いや8番手まで下げるか。上福越が5番のデニス・ドミトリエフを蓋をしてきて、ここはどうするか。苦しんで8番手下げさせられた。4コーナー、大竹がスピードを上げていきます。8番手からスプリント銅メダリスト、意地を見せるか。大竹が先行、6番のヤラが4番手、9番上越6番手。別戦の自力はまずは理想的な展開か。デニス・ドミトリエフまだ余裕ある。縦長バック8番手、果たして銅メダリスト間に合うのか、間に合うのか。これは苦しい。8番手から2センター仕掛けるが4分の1は間に合わない。直線だ、大竹先頭。大竹見事な逃げ切り勝ち。7番1番8番短期6番手、8番の須藤誠、まずは前々先手ライン乗っていこうという構えか。2番の佐藤智也が7番手後ろ攻め。1走目最終ホーム鳥取に外から蓋をされ4番手を捉えてしまい力尽き5着でした。今日は後ろから抑えてかけるか。マークは1走目中田マーク6着5番のカナリ、6番の松沢が今日もラインを固めます。注目、ロシアのデニス・ドミトリエフが前受けです。初日は8番手に追いやられました。初日の反省を踏まえまして総力戦もあり得るか。4コーナー、佐藤智也動いた。赤番標識残り2周、デニス・ドミトリエフのハートが試されます。かけ水をまず蓋をして4周1コーナー、じわりじわりとアウトからデニス・ドミトリエフを倒する。早めにデニス・ドミトリエフ車を下げた。8番スローを切り替えて5番手取れるか。いや、かけ水が蓋をして、さあ今日もまた8番手だ。オリンピックメダリスト、今日は試練の2走目であります。結果は残せるか。いや、かけ水が勝負に行く。佐藤智也が応戦、激しくなればドミトリフまくりごろ。さあ前は5位できたが、短期でもう行きます。世界のメダリストドミトリフ2番手に収まった。あとは前のかけ水をもう間髪です。これが世界のスピードです。初日の鬱憤です。どうだと言わんばかり、あとはかけ水をどん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 ちぎってちぎっていく。これが世界の王者の恥、メダリストのプライド、デニス・ドミトリエフです。3番9番2番です。自力3人の1、2、3着
状況、昨日のオープニングレースはなんとか幕竜組届いて勝っています。ジャパニーズボス、東京の2番車、五冠新一、メンバー中ただ一人俊一は特選組の存在。短期9番手4番の戸田晃平、バック14歩を持っております。連日積極先行を打っております戸田ですが、今日は短期戦、隙あらば自力を出せるかどうか。3週間目のバックを過ぎます。3対3対2対1です。山田義行は後ろ攻め7番手から、やはり一旦動いて、戸田晃平もこの動き、2番下の五冠の後ろ乗ってきました。三者がアウト、上がっていきます。7番シェ、デニス・ドミトリエフを外から並んで不通します。5番の山田、残り2周です。冷静にデニス・ドミトリエフ車を下げた。1番の佐川が今度は4番のアウトから、7番下デニス・ドミトリエフを不通します。揺さぶっていきます。おっと、内が開いた、内からすくっていく、デニス・ドミトリエフ、内行こからスコアをするが、いや、佐川が出させない、蓋をして打勝です。7番手もうバンクロ、上の方に上がった、新田が離れた、もう短期でいきます。静岡の2人が離されてしまった。1番の佐賀、外からもうねじ伏せます。山田も粉砕です。短期で逃げます。日本勢8人を従います。さあ黒田が来なさいと、世界のメダリストデニス・ドミトリエフが日本勢に挑戦状を逆に叩きつける。山田五冠、最強勢がいい流れか。8番手から戸田が飛んでくる。さあ目が覚める、戸田の大まくりか。3番手2番席直線、7番のデニス・ドミトリエフ、5番の山田、山田が追い込んで5番2番、あと4番の戸田が3着か。デニス・ドミトリエフ短期逃げも5着か。今日は師匠を従えて9番の松尾勝也、1走目3走目先行するもともに枕で9着、2日目4着粘っております。今シーズン初連携です。1番の山口富雄、弟子の松岡の気持ちにしっかりと応えたいところ。昨日は大竹も今日に追い込んで勝っています。3番手は2日目5番手から内を伸び2着の4番の三浦、昨日同様4番としっかりと固めます。6番福井の元気マーカーの鷲田浩二であります。2対3対4、ラインの厚みで松岡がデニス・ドミトリエフのパワーに対抗していきます。まずは行きます。松岡から挑戦状を叩きつけて、デニス・ドミトリエフも合わせて踏み上げ、8番の佐藤浩二誘導を切って突っ張るか、一旦揺さぶって松岡のラインを出させるか。そのあたりは百戦錬磨、デニス・ドミトリエフ7番手を嫌っている、5番手をやはり狙ってそうだ。初日のことを考えるとやはり最低でも中段が欲しい。そこをやはり佐藤浩二も抵抗、いやどうするか、デニス・ドミトリエフか、松岡を揺さぶって中段で鷲田が踏み避けた、鷲田が踏み避けて割り込んだ、デニス・ドミトリエフ今度は5番の片寄せが絡めている、2番のデニス・ドミトリエフ余裕ある、足を止めて4番手からホームエイヤーとまくっていく、3番手の三浦がまず抵抗、今度はバンテルの山木富夫、師匠の山木富夫、弟子の松岡の気持ち答えようと必死のパッチで抵抗する、足を止めて今度は8番手佐藤浩二がまくる、2番のデニス・ドミトリエフが山木富夫の抵抗乗り越えるが松岡が粘る、力のガップリより4コーナー、松岡デニス・ドミトリエフ、最後は世界のドミトリエフです。あとは9番1番中部の指定コンビ、どちらだ、2着どちらでしょうか。